どうも、週末探検家の小池康弘です。前回に引き続き、メニュー3、チキンヌードル&ベジタブルインソースというのを開けていこうと思います。チキンの麺と野菜って書いてあるんですけど、まあ、今回はね、初めての麺ということで結構楽しみにしておりますね。じゃあ開けていきましょう。ハサミを使って開けてみようと思います。何が入っているのかな。はい、出してみます。あれ、なんか漏れてますね。小豆色のものが漏れています。何から漏れてるんでしょう。これは食べれるのかな。やめた方がいいよね。あ、なんだろうこれ。うわうわうわ、ブラックベリージャム、あーがこぼれてる。マジか、どうしよう。今回も、同じものがあった。これがビバレッジバッグ、ビバレッジバッグです。もうおなじみですよね。こちらスプーン、こちらが MRE ヒーター。こちら、水を入れて温める装置になります。ブラックベリージャム、ブラックベリージャムです。これ漏れてたんでちょっと食べれるかどうか検討してみますけど、こちら、お、クラッカー。これね、クラッカー、ベジタブルクラッカー見たことあるんですけど、このノーマルのクラッカーは初めてですね。クラッカー、メニュー1はベジタブルクラッカーだったので野菜が練り込んでました。野菜の組織が練り込んでありました。これは、多分ね、真っ白なプレーンのような状態なんでしょうかね。これも見てみましょう。出た、ライムレモンフレーバー、これですね。ビバレッジベースパウダーレモンライム、こちら、3連続登場です。もうおなじみですね。じゃあね、今回は前回にない試みとして炭酸水で溶いてみようと思います。ピーナッツバター。あ、ピーナッツバターですよ。なんかね、甘い香りがする気がします。いや、これね、お前が漏れた匂いだな。おお、民生品、民生品です。アメリカンな民生品ですよ。すごいカラフルですね。これなんて書いてあるんですかね。スキットルスって書いてあります。ワイルドベリー、ワイルドベリースキットルスって書いてあります。ここにもね、味が書いてあるのかな。ワイルドチェリー、ブルーベリー、メロンベリー。メロンベリーってなんだろうな。あとね、詳しく見ていこうと思います。僕ね、初めてのね、軍のね、民生品ですごいテンションが上がってますね。でもなんかね、これ、こういうお菓子ってアメリカだと M&M のイメージがありますね、僕は。アクセサリーパック。これ1と、メニュー1と2とね、どんぐらい変わるかどうかね、また開けて見てみようと思います。マンゴーピーチアップルソースです。今回のメインメニュー、チキン&ヌードルって書いてあります。なんかね、楽しみですね。非常に食べてみたい。今回初めて出てきたのはこちらのペッパーソースです。ペッパーソース初登場ですね。タバスコと何が違うんだろうなっていうのが僕の正直な感想ですね。 MRE3 に入っていたこちらの民生品のお菓子、ウィキペディアによると陶器をまとったキャンディーと書いてありました。どんな味がするんでしょうかね。それはともかくスキットルズのこちらのホームページを見てみようと思います。こちら、スキットルズのホームページになります。こちらでオアプロダクトスからこちらをクリックすると、グミとチューインって書いてあります。こちらのチューインっていうのはチューインガムのチューイン、歯ごたえということですね。こちらをクリックしていきましょう。ありました、今回のスキットルズワイルドベリー味、こちらの項目に行き着きます。こちらシングルパックって書いてありますね。これでシングルサイズなんですね。ティアターボックス、あとはシェアリングサイズって書いてあります。すげえ量が多いんじゃないかなっていうことで予想できます。こちらワイルドベリーの味が書いてありますね。ベリーパンチ、ストロベリー、メロンベリー、ワイルドチェリー、そしてラズベリー、こちら5種類の味が楽しめるということです。
おお、いっぱい出てきた。5色の色がね、とても綺麗ですね。まるで宝物、いや、宝石みたいですね。こちらがワイルドベリー味、こちらの赤がワイルドベリー、青色がラズベリー、青色がラズベリー味、緑が、メロンベリー、こちらの色が、ベリーパンチなんですかね。でこちらがストロベリーとなります。5色です。中を見てみましょう。買った切れない。このように糖衣の中に白いもちもちしたすごい硬い物質が入ってますね。アクセサリーパックを開封していきます。こちらに A って書いてありますよね。こちらアクセサリーパックの A だという意味だと思います。開けていきましょう。はい、シュガー、砂糖とこちらヨディダイズドソルト、モイストタオルで、これがコーヒークリーマーで、これがスプレーコーヒーで、これガム、お、マッチですね。久しぶりだ。マッチ、これはティッシュですね。あ、これはメニュー A と一緒ですね。中身がこのマッチを火をつけた思い出があります。ちなみにこちらのアイオダイズドソルト、こちらのアイオダイズドっていうのが溶化という意味です。こちらは要素が添加してある塩のことですね。でこちらの塩っていうのが日本にはねどうもね売られてないですね。で日本のように外国はわかめや昆布、海藻を食べないんですね。食べないので外国では要素が自然に不足してしまうんですね。その要素不足を補うためにパンに要素を添加した塩を入れて、でそれで要素不足を補っているようですね。なので全然日本ではねアイオダイズドソルト、これがね全然ね馴染みがないのはね無理はないようですね。こちらちなみに日本では要素を食品添加するのは認められてないので、そういう意味でも売られてないらしいですね。さて今回もお約束のこちらレモンライムパウダー、これ正式名称はビバレッジベースパウダー、レモンライムって書いてあります。ビバレッジ、清涼飲料水のことですね。清涼飲料水の、元の粉のこと、つまりそれのライムレモン味のことですね。これもう3回目なんでお約束感が早速出てきたんですけど、僕もねレモンライムです、もうこれね好きになっちゃったんですよね。ポカリを薄くしたような感じの味がねとてもね僕はね好きなんですよ。じゃあまた例のごとく作ってみようと思います。炭酸水を用意しました。こちらで、今から、レモンライムを作っていきたいと思います。どういう味になるのかな。おお、やっぱ多いこれ。まだ残ってる、あった。はい、これねもうね入浴剤みたいなね感じですね、もはや。ここに、炭酸水を入れてみようと思います。おお、シュワシュワ。実は炭酸で水の絶対量は少ないはずなんですが、まあもう今回はそんなね細かいことを気にせずにやっていこうと思います。ちょっとね混ぜてみましょう。おお、シュワシュワだ。やばい。なかなか底の方が溶けてくれませんね。はい、あんまり混ぜると炭酸が抜けてしまって元も子もないので、これでね今すぐに炭酸が抜ける前に飲んでみようと思います。それでは炭酸水で溶いたこのレモンライムジュースを飲んでみたいと思います。うまい。やっぱりねちょっと新しい感じしますね。これも炭酸がいっぱい混ぜちゃって
弱めなので駄菓子屋に売ってたあの粉の炭酸があるんですよ。重曹かなんかが入ってるあの飲み物なんですけど、あれとね感覚が似てる。微糖でねとても美味しいです。まあ、アメリカ軍のねベースに炭酸水があるかわかんないですけど、まあね炭酸水ぐらいね簡単にベースでもね手に入れられそうですよね。はい、ごちそうさまでした。それでは盛り付けを始めてみようと思います。まず最初はさっき開けたこれスキットルズ、こちらをね開けていこうと思います。一気にね銀色のアーミープレートがカラフルになりました。花が咲いたよ。続いてはこちらのマンゴーピーチアップルソースです。こちら内容物がアップルマンゴーピュレって書いてあります。ピュレというのは野菜や果物など食品をすりつぶし、さらに裏ごしをしてねそのまま整えた半液体状の加工食品です。それがねこれ原料になっているですね。こちらなんでこんな形をしているのかというと、こちらの先端がありますよね。こちらの先端を加えてこのように飲む感じですね。さて開けていきましょう。これ質感を示すために今回は直接ではなくこうやってねさらにやっぱり 僕はね開けようと思います。うおすごい、これはねデザートですね。デザートです。はい、これがマンゴーピーチアップルソースです。うん、とてもねトロトロしてますね。で、あの先ほどピュレは食品をすりつぶして滑らかにさせた半液体状のものって言ったんですけど、本当まんまそんな感じですね。それでは次にクラッカーを開けてみたいと思います。こちらのクラッカーですね、何が入ってるかっていうとエンリッチドフロア、こちらですね俺分かんなかったんでちょっと調べてみたんですけど、栄養強化型の小麦粉と書いてあります。小麦粉は生成するときに栄養素を失うみたいです。その失った栄養素を添加したのがこちらの栄養強化型の小麦粉となります。こちらがエンリッチドフロアです。形がねとても綺麗に保たれたままですね。よかった、今回は崩れてなさそうだ。真っ白ですね。驚きの白さ、こちら2枚入ってましたね。続いてはこちらです、ブラックベリージャムです。開けた時にブラックベリージャムがこぼれてたと思ってたんですけど、全然異常が見当たらなかったので自己責任で食べてみようと思います。ブラックベリーとはつる状の植物で非常に強いそうです。なので農薬がなかったりそのまま植えたりしても育つようですね。ネットで検索するとブラックベリー植えてはいけないみたいなこと書いてあるので、多分ね非常に強い植物だと思います。こちらは一般的にパンにつけたりヨーグルトに入れたりして食べることが多いようです。それでは開けてみましょう。うわ、非常に黒い、黒いぞ。これは普通のブルーベリージャムのね匂いがしますね。僕は多分今までブラックベリージャムを食べたことがないのでそう表現するしかないようです。続いてはこちらです、ピーナッツバター。アメリカ人といったらねやっぱねピーナッツバターをめちゃくちゃパンにのせて食ってるイメージありますね。まさにアメリカン。さあ盛り付けていこう。MRE で温めてるからすごいねタルンタルンです。なんかねウニっぽい色してますね。むしろ硬いところとね柔らかいところ二分化してますねこちら。しかしここまでやってて思うのが、スキットルズ、こちらがキャンディーで、こちらのピーチマンゴーアップルジュレ、こちらがデザートなんですけど、こちらも甘いんですね。そしてクラッカー、これはもちろん糖質です。糖質にさらにブラックベリージャムとピーナッツバター。糖質多くないですかね今回。糖尿病とか大丈夫なんでしょうか。続いてはこちらです、ビリヤードオブルイシアナ。ビリヤード社っていうところが作っているペッパーソースなんです。ペッパーソース、こちらは何かというと、唐辛子と酢と食塩、こちらで作った辛いソースのことです。日本でいうとタバスコが有名ですよね。タバスコっていうのは
ペッパーソースがあってタバスコ、こちらはあのペッパーソースの商標登録の一つなんですね。で今支給されているのがビリヤード社、こちらのペッパーソースになります。こちらはメインディッシュにかけてみようと思います。え、想像と違ってなんか赤くない？ペッパーソース、これはもしかして酸化してる可能性があるんでしょうかね。いや、でももともとこんなものなのかも。おそらく多分ね、このもともとこんな色なんじゃないかなとは思います。実際に、ね、食べてみたいですね。これは多分とても辛いんじゃないですかね。そしていよいよチキン&ヌードル、今回のメインディッシュです。今回はね、これが食いたくてやってきた。また肉は食えます。今回は鶏肉ですね。開けてみましょう。お、珍しくですね、これ横オープンですね。アメリカでは縦が多かったですけどね。さて、どんなのかな。お、うん、うわ、パスタじゃん。うん、あ、もちもちしてますね。うわ、鶏肉の匂いがすごい、あまりにね、濃い鶏肉の匂いがして、シーチキンみたいなね、シーチキンみたいな匂いがね、部屋に充満してますね。盛り付けは終わった。あとは食べるだけ。さっきから腹の音が止まらないぜ。それでは実食をしていこうと思います。まずはこちらのスプレードライコーヒー、ブラックで今日は行きます。日本人はな、あの薄いコーヒーのことをアメリカンコーヒーって言ってるんですけど、やっぱりね、深入りでね、これもね、また素敵ですね。こちらですね、ブラックベリージャムですね。いただきます。味としてはブルーベリージャムを濃くしたような感じです。ブラックベリーの方がベリーの味がね、強い、ベリー強いってことですね。このブラックベリー、僕もね、昔家に植えてありましたね。今思い出すと、まずこういう風にポンポンポンってね、玉がいっぱいついてる感じ、房みたいになってるんですね。多分見たことあるんじゃないかな。その房の中に種が入ってて、でその種がまたこの歯ですりつぶすとブチブチって言って楽しいっていう。このブラックベリージャムもその種がね、やっぱ煮ててもね、残ってる、つぶつぶの味がね、すごいします。ピーナッツバターです。こちらでもね、ピーナッツバターって日本人の俺でも結構パンに塗って食べるんですけど、僕も社会人になってからほとんどもうパンを食わなくなっちまったので、その味を忘れています。さて、アメリカといったらやっぱりね、バターの国ですよ。ブレイクファーストはパンの上にベタ塗りしたピーナッツバターとコーヒー、あと目玉焼きにソーセージ、そんなイメージです。さて、アメリカンスピリッツの入ったこのピーナッツバター、どんな味がするのかな。いただきます。日本のピーナッツバターってちょっとゼリーっぽくなってるじゃないですか。乳化してる感じなんですよね。なので、ね、非常にね、濃いんですね。ピーナッツの味非常に濃いで、食塩も結構入ってるから、その味がね、浮き彫りになりやすいんですよね。どちらかというと、なんか砂糖より食塩が多い気がします。これピーナッツの元の味が、なんか苦い味がね、しますね。ピーナッツの濃い味がまたたまらない感じ。こうやってね、コーヒーと飲んでも最高です。それでは今回のメインディッシュ行ってみましょう。麺がね、きしめんみたいな麺が入ってて、でヌードルって言ってね、もうね、長くないんですよね。これだいたい10センチぐらいの、麺がぶつ切りになって入ってます。いただきます。おいしい。これ何が驚きかっていうと、これチキンなんですけど、チキンの味というか、もうほとんどシーチキンの味がするんですよね。シーチキンに塩を入れて、であのきしめんと野菜を絡ませたような感じ。疑問に思ったのが、あのチキンって保存食化すると、まあシーチキンみたいな味になるんですね。鶏肉の高タンパクと野菜がたくさん入ってるんで、とてもね、ヘルシーで体にいいと思います。あの鶏の繊維がゴロッゴロしてて、すごい食べ応えがあります。噛んだ瞬間に鶏の繊維がグーッとなるんですね。
とても硬いんだけど、それもまた趣で、でその硬いのを噛み締めると旨味が出てくる、鶏の旨味が出てくるんですよ。超うまい。続いてはといきたいところなんですけど、僕実はペッパーソース食べるの忘れちゃいましたね。ね、ヌードルにねかけて食べるものなんですけど、僕は忘れてました。普通にこっちがうますぎて夢中になってたらタバスコを忘れちゃったっていう、まあ、それでもねちょっと舐めてみようと思います。どんな味がするんでしょうね。うん、辛っ。ペッパーソース舐めてました。ペッパーソースは塩と酢とあと唐辛子で構成されているようです。意外となんか最初口に入れた時はまあそんな酸っぱいだけだなと思ったんですけど、辛さがねありますね。辛っ、うまっ。辛いけどうまい。癖になるっすねこれ。非常に良き。本日のデザート 1、2つあるんですね。スキットルズから食べてみようと思います。うん、美味しい。糖衣の甘い砂糖が溶けた後にちょっとだけ酸味があるキャンディーが中に入ってて美味しいですね。続いてはメロンいってみようと思います。うん、メロンの香りがする。うん、あくまでも僕の感想ですけど、これ色によって香りがついててね、その香りでなんかこう味が違って感じる、そんな印象ですね。香料がねすごい入ってますね。今食った僕の緑色のやつはメロンだったんですけど、メロンの香りがねふーってします。今口の中でふーっとしてますね。うん、とてもうまいですね。まあ、これも1週間かけてずっとねしばらく食べていこうと思います。最後はこちらのマンゴーピーチアップルソース。こう独特の形したレーションパックで口を切って、先っぽが細くなってるんですね。細くなっててそこを切ってチューッと吸うだけで食べれるっていうね、あの便利なデザートだったんですけど、まあでも僕はちょっと質感を見てほしいんでこちらに開けてみました。さてちょっとね食べてみようと思います。マンゴーピーチアップルソース、なんかね3つも入ってんのかと思って、はい、いただきます。うん、おお、これはうまいね。僕も小さい頃、まあ、体壊した時にリンゴのすりおろしを母親に食わしてもらったんですけど、それにね味が非常に似ています。そのリンゴのすりおろしにマンゴーとあとピーチ、あ、桃ですね、桃が入ってるような感じ。マンゴー、ピーチ、アップル3つ入ってるから味が渋滞するのかなと思ったんですけど、渋滞しませんでしたね。東名高速に見習ってほしいぐらいだ。今まで MRE メニュー1、メニュー2、メニュー3で食ったあのデザートの中で一番デザートしてる。これ冷えてたら非常にいいですね。はい、ごちそうさまでした。余ったスキットルスを回収してまとめに入りたいと思います。さていかがでしょうか。今回はですね、メニュー3、チキンヌードル&ベジタブルインソースということで、食べていきましたけど、まだ最初開けた時に液漏れがしててすごいビビったんですけど、よくよく調べてみると特に何の問題もありませんでした。でまあ一応怖いから食べるのやめようかなと思ったんですけど、まあでもここはやっぱり報告をしたいので自己責任で食べました。今回はなんかね特徴が結構ありましたよね。なんかデザートが2つあった。スキットルズとマンゴーピーチアップルソース、この2つですね。スキットルズの方はキャンディー、あそこまで量があると日本人の僕だと1日で食うのはちょっと辛いですね。あと、マンゴーピーチアップル、こちら3種類、味がもう
よく分かんなくなるんじゃないかなって3種類あったらで僕は心配したんですけど、まあ、それぞれあの特徴があってですね、まあ、リンゴの香りとあとピーチの香りとあとマンゴーの味みたいなそんな感じで、まあ、うまい具合に混ざり合ってました。というわけで今回はこれで、次回メニュー4スパゲティ with beef and sauce、 次回も楽しみに見てくれよ。